僕の名前は滝島凛太郎です。補修校では中学1年生です。現地校では7年生です。トンブリンさん、将来日本に住んでみたいと思いますか？なんで日本に住んでみたいと思いますか？日本ではどんな食べ物を食べましたか？